以上だ。他の兵団の志願者は解散したまえ。団長、必要以上に脅しすぎではありませんか。一人も残りませんよ。頼むぞ、決めたんだ。これ以上自分を嫌いにさせないでくれ。今ここから動かないと。また俺はもともと憲兵になるために村を出たんだ。母ちゃん喜ぶぞ。憲兵になったら村のみんなも俺を見直せ。俺たちはもう知ってる。もう見ちまった。巨人がどうやって人間を食べるのか。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。そうか、みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。最悪だ、調査兵なんて。怖い、村に帰りたい。もういいや、どうでも。泣くくらいならよしとけってんだよ。よく恐怖に耐えてくれた。君たちは勇敢な兵士だ。心より尊敬する。